わざわざご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。今日はね、リッシュが発見できたんでリッシュやっていこうと思います。重力バリアとマインスイーパーが出てくる、地雷が出てくるらしいんで、で、飛行じゃダメ、地雷を持って殴るタイプのクエストですね。ただ私も初見なんで、一応ね、ネットで見てはきた。ざっくり何が出るか分かってるんだけども、今やっていきましょう。メンツはガチのガチのガチガチだから、まあ、ね、ごめんね。持ってるもんは使わなくちゃ。とりあえず、地雷ロボを倒して、地雷展開をしてもらって、その、おお、一旦起爆か。その地雷を持って、ボスとかを殴っていくっていうスタイルのクエストになります。で、レクイエムでおなじみのこのパネルが出てくるんで、こうね、貫通反射を交互に組んであげたらいいんじゃないのかな。あ、倒せない。地雷4つ当てたぜ。縦貫か。縦で地雷当てて戻る、地雷当てて戻るか。で、激種変化パネルなんですけど、ここね、ちゃんとタイミングさえ合わせてあげればずっとね、全部ミスするだけで加速2個もらえるんで、結構それはそれで美味しいです。あ、倒しちゃった。これ、超マインスイーパーいないんだよね。このダブルアビリティに対応した。それがいればね、多分かなり楽になると思うけど、まあ、現状ではこれが多分最高クラスのパーティーだと私は思っております。変化パネルくれるんだ。ただ、下手に変化するとあんまりよろしくはないんだよね。でも変化しちゃってるからな。これで反射貫通反射で。あ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。とりあえずね、地雷ロボ最優先倒したいんだけど、ただ、あれだね。ロビンの友情で結構溶けるね。あ、それ踏んじゃうんだ。そういう感じか。ちょっとめんどくさいね。地雷のダメージはまだわかんないから、一個ぶつけてみよう。おっと、微妙、微妙、微妙。すごい、やばい。4P の空腹が食らっちゃうんじゃないのこれ。あーす。でも、そんなに痛くない。やっぱ、殴る専用地雷だね。あんまり痛みはない感じ。だから、加速して地雷をぶってぶつける。ぶつける。あ、いいね、いいね、いいね。で、ロビンを編成してる際なんですけど、ロビン編成してれば、あれでいけるね。友情で。地雷ロボに関しては。それ利用してあげるのが一番楽じゃないかな。OKOKOK。で、剣取って終了。いいんじゃないの？なんだろう、前回のアポロン。アポロンもリッシュもだけど、結構幅は狭いよね。強キャラいるけど、まあ持ってない人は持ってないよねってキャラが多い感じがする。加速して。いや、買って。ここジラロボいないよね。普通に殴って倒すってことか？じゃあ友情でよかったんだ。ロビンの友情が生きるね。ロビン強いね。敵の数が多ければ多いほどやっぱロビンは強いからね。こればっかりは多分キャラゲーって言われても致し方ない感じがする。どうなんだろうね。2日目にしてガチパで編成していいんだろうか。まあ、ね、持ってるから使うよね。はい。友情のみでゴリゴリいけます。じゃ、ボスやっていきましょう。この分だったら特に問題なくこの辺さっていけるね。多分本当にね、最高クラスだと思う。で、空風とか殴り強いからね。SS 使った時の。それにも期待したい。で、今、地雷持ってるから、殴っといた方がいいのかな。最近この蘇生は倒した方がいい気がするんだ。あ、やっぱ地雷なくなっちゃったか。さらに動きながら回収して、まあ、持っとくだけでもいいよね。持っとくだけでも損はないと思う。で、ここで、反射に変わってマインスイーパー家でぶん殴る。あ、強い。しかも地雷持ったまま。まあ、1個だけよ。2個か。まあ、2個あればね、十分じゃねえかな。はい、じゃあ、これが、あ、まだボス2だ、ごめん。ラスゲって言おうとしちゃった。とりあえず地雷ロボ展開と友情出していいかな、初手は。いや、これ、ロビン強えな。でね、貫通枠は、多分、空風の方が強いと思う。マインスイーパーの倍率も違うんで、かなり、あり寄りのありだと思います。そしたら、せっかくなんで貫通を拾って、殴りながら動こう。あ、でもそうだな。そっか、彼女動けるんだよね、カムイちゃんは。そう、カムイのちゃんの方ね。カムイちゃんは、超 AGB 持ってるから、貫通の中ではかなり動ける方か。そう考えると、どっこいどっこいかな？まあまあ、いいや。そしたらば、先に踏んでからのが、踏んでか、いやいや、これでいいや。地雷、やっぱ内部弱点だと結構厳しいな。
そうだ、内部弱点来られちゃうと案外めんどくさいかも。で、地雷ロボは、HP の割合攻撃。2段階目たまんないから1段階目打っちゃおう。多分結構入ると思う、これで。あ、入ったね。入ったけど、1段階目だともうやっぱフィニッシュまではいかないか。ただ、12ターンという軽い SS だから、あれ君は、カムイちゃんは、カムイちゃん同じ12か。はあ、カムイもいいね。で、内部弱点の時はもう貫通変化するしかないのか、やっぱ。だ結構消費しちゃうんじゃないかな、この動きだと。あんま入んない。なるほどね。じゃあ、ラスゲやっていきましょう。ただね、ここで手に入るこの、リッシュちゃん。バウンドヒールって面白そうな友情持ってるから、それも使ってみたいんだよね。だから、ここはまあ負けずに行きたいよね。どうしようかな。とりあえず友情でいいか。見た感じで結構友情が削りで入ってるし、雑魚処理にね、普通に友情ダメージ入ってるから、ロビン系の友情はガンガン出していこう。そしたらば、SS は使えないから、これでとりあえず蘇生雑魚倒そうか。蘇生雑魚がいると多分めんどくさい気がする。で、地雷持って弱点いけるべ。オッケー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 。まあまあまあ、稼いだね。あ、そうか、地雷ロボンをいっぺんに倒しちゃうと、毎ターン毎ターン地雷なくなってしまうのか。ただまあ、それを分ければいい気もするけどね。こう、地雷を巻く係と、火力のターンで。じゃあ、壁ドン行ってみますか。でも壁ドン行きたいけど、赤パネルが少ねえな、今。踏んじゃうかな。いけた。強ロビンは1段階目で全然軽く出るわ。そんな感じ。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。そうだな、多属性パーティーでやった方が良かったかもしんない。あのね、このパーティーは強すぎる。多分最強だと思う。あ、他いるかな。いないと思うんだよね。だロビンの友情がとにかく優秀。そう、それが結論。ロビンさんの友情さえ出しとけば、あとはぶっちゃけ何でもいい感じがする。で、でもそうか、マインスイーパーじゃなきゃダメだから、どうだろう。図鑑見てみるか。図鑑。でも多分、貴族性に関してはもういないと思うんだよな。新キャラでも、重力とマインはいない気がする。すいません、ちょっとダラダラと。だらだとごめんなさい。この辺はもう別に攻略でも何でもないんで、私のただただ調べたい欲で、調べたい欲で調べとるだけです。はい。貴族性のマインスイーパーね。マインスイーパーの重力。はい。下から2体か。俺が使ってたのは。そりゃ強えわな。いや、持ってない人はこれ持ってねえじゃん。いけて翼ぐらいじゃね？だから翼も今やってないしね。いやー、そっか。弁慶さんも重心化して別になっちゃったからな。あー、そっかそっか。新キャラ。エンマ。エンマはどうなんだろう。まあいいや。それじゃあ、バイバイ。